アーバンパークライナーは、東武鉄道が浅草駅、大宮駅、柏駅間及び、大宮駅、柏駅間を、東武伊勢崎線及び、野田線で運行する特別急行列車である。2016年10月27日、東武鉄道が500系電車の愛称を、リバティとすることを発表し、これと同時に500系電車の運行形態も、発表され、野田線に乗り入れる。 アーバンパークライナーの設定も発表された。野田線では初の定期有料列車であり、同時に定期列車では初の伊勢崎線直通列車となった。2017年1月18日、同年4月21日のダイヤ改正より運行を開始することが発表され、同時に運行時刻、停車駅、特急料金が発表された。 平日夜間のみの設定で、浅草発大宮、柏行き、大宮柏間の2往復、大宮発運河行き、柏発春日部駅の計7本が運行される。そのうち1号は、途中の春日部駅で分割され、柏行きは、春日部駅から進行方向を変える。浅草発大宮行きの野田線内と柏発は、上り列車だが番号は、奇数となり、 大宮発は下り列車であるが番号は偶数となっている。土休日は全列車運休となる。東武500系電車を使用する。1号はカスカベ駅で1の3号車を大宮行き、4から6号車を柏行きの3両に分割運行し、1号以外は全区間3両編成で運行される。なお2020年3月13日まで運行されていた。 浅草発大宮駅は、カスカベ駅で分割せずに6両のまま大宮へ向かっていた。全列車が座席指定席制を採用している。ただし、浅草発は先現代、大宮発は、カスカベ、柏発は、運河で座席指定が解除され、その先は特急料金が不要となり、乗車券のみで利用できる。スカイツリーライナー、アーバンパークライナー特急料金、 ありがとうございます。